ちょっと待って待って、ハンクとこうです。はい、はい、さあ本日はヒロトがいますよね。もうこの時点で楽しみ。今日はとあるドッキリしたいと思います。ヒロトくんが一番嫌いなものってご存知ですか？甘酒？違います。お化け。あの人ね、本当に苦手なんですよ、心霊系が。心霊無理な心を鍛えたいなと思いまして、ヒロトへのドッキリが、目隠し外したら呪われた島にいるドッキリ。多分みんなも分かってると思うんやけど、反時計回りしたら死ぬ島っていう、お島っていうところに行ったんですけど、そこがね、やっぱ呪われた島みたいな感じでめちゃくちゃ有名な心霊スポットで、雰囲気もえげつないぐらいあんねん。で、そこに今からヒロトを目隠しして外したら自分一人だけでお島にいるっていうドッキリを今から結構したいと思います。で、まあどうやって仕掛けるかというと、今からヒロト君がこの家に帰ってきたら偽オープニングを撮って、 S を一人一人でとあるミッションをこなしてもらいます。だから今からみんなには目隠しをしてもらって、とある場所で一人ずつ下ろすんで、そのミッションをこなしてきてくださいみたいな感じで、一人一人目隠しして、最終的にヒロトをお島まで連れて行って一人で放置するんですけど、全員目隠ししないと怪しまれるんで、車乗ったらとりあえず僕が全員目隠ししてって言うんで、とりあえず全員してください。ヒロトが目隠ししたら僕こうやってやるんで、その時点でバレないように頑張って外してください。なるほど。でヒロトはそこで多分みんなが降ろされるって思ってるはずなんで、一応降ろしたふりもします。じゃあもうそれ以降降ろされたっていうのじゃしゃべったっていう。ああなるほどね。でまあ、お島に着いたらこの看板をヒロトの目の前に立てて、ここはお島という、反時計回りすると死ぬという噂の島です、反時計回りで島を一周せよっていうミッションをカメラの前にこうかけて、目隠し外したらこれがあるっていう。早速ドッキリ決行していきたいと思います。レッツゴー。ウガトケルトシャグロトハングトコトキラト。はい、レッツドゥイット。はい、ということで車に乗り込みました。さっき言った通りね、ここからは皆さんに目隠しをしてもらいますと。じゃあね、しっかり目の前が見えないように、いつものアイマスクじゃなくてガムテープでやらせてもらいますね。じゃあハン君からいきまーす。うわっ痛そう。はい、じゃあお互い貼ってあげて。あー見えない。見えません。はい、ということで皆さんには今目隠しをしてもらいました。はい、ちゃんと見えてる人おらんやろな。マジ見えてない。見えてない。大丈夫ほんまに。はい、これ不正とかしてたらその人のあれだけ重くなるんで、ちょっと気をつけてね皆さん。ということでいざ出発するんですけども、その前にちょっとだけねナビをやらせてください。ちょっと遠目に行くよ。餅大国とか連れてきてられたじゃん。こんな世の中にやってへんよ。チョコレート大国やね、自分。いや、ほんと知るですね。それでは、皆さん出発いたします。はい、ちゃんとベルトしてるね。お願いします。はい、ということでミッションが始まろうとしております。皆さん、覚悟しとくようにね。絶対嫌がるやつだ。え、待って、朝までに帰れるよね。それは大丈夫だと思いますよ。明日朝燃えるゴミできよ。不正しないでね。すいません。ハン君が今若干剥がそうとしてたよ。してないって。罰重くしてください。知るか。それでは一番最初に下ろすメンバーを発表したいと思います。早ない早ない。俺中間ぐらいでお願いします。一番最初に下ろすのはコウ君でございます。はい、よかったー。ガムテープとか剥がれそうなったら言ってね。でもこれついたら外したらいいんだもんね。そう、ついて僕が携帯に電話するんで、携帯が鳴ったらもうその時点で剥がしていいと。はい、剥がしてください。あーねー、一番の見どころは何だれ。さあチャーリーやんこいつ。え、これドッキリとかじゃないよね。何のドッキリですか。いやなんかちょっと待って、このガムテープさ、実は俺だけしかやってない。やばいやろ。アホちゃうお前。次から疑ったらもう知らんからね、その人の罰だけ重くするから。さあ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 、塔を下ろす場所に近づいてまいりましたよ。待って、マジで怖い。あー、ちょっと山奥来てもたな。え、なんで俺。俺分かったが、俺セミだ。あー、じゃあコウ君以外はみんな動かないでください。え、うわー。じゃあ僕が下ろすんで待っててください。はい、ヒロト君、一回出る。危ない危ない危ない。はい、危ない危ない。分かれへん。行ってもうた。じゃあ続いて、下ろすメンバー発表したいと思います。ハン君でございます。うわー、お疲れ様。多分さ、
い。じゃあハン君下ろしまーす。え、もうシートベルト取って大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あの、僕がそこまで迎えに行くんで。はい、これでいいですか。はい。助手席来てもうた。いや、ハン君まだ僕が電話したら、はい、で、島袋ちょっとだけ真ん中行ってもらって、はい、で、映りやすい感じでお願いします。じゃあ僕なんか買ってこようかな、お腹減ったし、なんか欲しい、なんか欲しい、お腹に入れるもの、おにぎりを。僕も欲しいです、おにぎり。僕も欲しいです。え、ってかさ、宇田ちゃん目隠しでさ、もう30分ぐらいさ、携帯いじれてないけどさ。なあ、宇田ちゃんよう耐えれてるよな。体が痒くなってきて。え、まだそこにさ、ハンクいるってことやろ。多分そういうことやろ。ハンク、あ、でもあれか、駐車場の方だからさ。あー、そっかそっか。うん、ご飯系何も売ってなかった。じゃあ全員ベルト OK ね。はーい、じゃあ行きます。さあ、もうハンクもいなくなったんで、ヒロトとウダちゃんとモッちゃんで喋ってくださいね。そして続いて降りるゲスト、ヒロトくんでございます。わー、来た。ヒロトくん降ろすのが30キロ先でございます。だいぶ先だけど、大丈夫？何すんだろ、マジで。はい、ということで、ひろとくん、到着いたしました。はい。大丈夫ですか？いやー、もうやばいっす。じゃあ、僕が電話するまで、絶対に目隠しを外さないように。これはね、お願いいたします。はい、では、行きまーす。はい、ということで、ひろとくん、場所に着いたんで、一応ミッションは三脚のとこにつけてあるんで、このミッションを達成できたら、僕に電話してください。あと、僕が電話するまでは、目隠しを外さないように。そこで、待機で。ここで待機で。はい。じゃあ頑張ってね。はい、はい、ということで、ヒロト君放置してきました。なんとか割れなかったね。ということで、ちょっと離れて電話かけたいと思います。はい、はい、電話かけます。はい、外した。最悪だ。ヒロト君のミッションは、おしま半時計回りせよでございまーす。なあ、今からじゃあ島袋送るんで、ミッション達成できたら僕に電話してください。うわ、マジかよ。絶対後ろ振り向かないようにね、女の人の霊が出るかもしれないんで。じゃあ気をつけて、バイバイ。ビビっておりました。はい、最高でーす。じゃあ、ここからヒロト君のビビる映像を皆さんにお見せできたらと思うんで、現場へお返ししまーす。さよなら。これも撮られてるよな。はい、ということで、僕が引いたミッションはこちらです。ここは大島という、反時計回りすると死ぬという噂の島です。反時計回りで島を一周せよ。死ぬやん。反時計回りしたらあかんとこやん、ここ。いや、でもとりあえず行くしかないんで、ちょっと準備したいと思います。はい、じゃあね、ちょっと早速一人でね、行っていきたいと思います。見てください、こんな僕の目の前。心霊が大の苦手だね、僕からしたらね。まずこの橋を渡ることがもうすでにやばいです。ちょっと行ってみたいと思います。なっげえ、マジでこの道マジで先が見えない。夜だと真っ暗で、その先に大島のその島があるんですけど、それがもう全く見えない。てかさ、絶対新スポじゃないってさ言ったのにさ、ケイスケ、俺何度も確認したのにさ、新スポだけはあかんよって言ったんにさ、これかいや。しかも一人で。はぁ、最悪、マジで最悪。うわ、もうすぐ渡りきりますね、これは。なんとか大島橋を渡りきりました。大島橋を渡りきったということで、ここからはちょっとナイトショットでね、お届けします。見てください、このでかい鳥居、やってきてしまいました。はい、ということで、僕たちはファミリーマートで晩ご飯タイムと行きましょうか。イエーイ。いや、多分あいつ帰ってきて、お前らおったらビビんで。いただきまーす。いただきまーす。お腹ペコペコ。うん、一人でね、ここをね、行かなきゃいけないんだよ。やばいって。この階段がむちゃくちゃ船虫いるんすよ。やばいやばい、船虫ゾーンだ。今階段を登りきました。そしてこっから左に行くと時計回り、こっちから右に行くと反時計回りということで、ここは反時計回りしなくてはいけないので、今日はこっち側に向かって進んでいきたいと思います。本当に一人は嫌です。
はあ、やばいってこれ。虫のがえぐい。これもう蚊に刺されまくりだよ多分。てか蚊以上の虫にやられてそう。みんなどんなミッションなんだろう。こんな住んでんのかな。ミッションが新スポであるならばマジでセコ。ほんでなっけえし、足めっちゃかゆいし、どっちだよこれ。いやもう喋んの疲れたよ。あとちょっとです。よし、あ、やっと終わる。はい、入り口の二手に分かれた最初の道に持ってきました。あの時は一応終わりました。この階段降りて橋を渡って、ケイスケに連絡したいと思います。なんとか脱出できた。いやでもこの橋を渡りきるまでが大島なんで、最後まで油断せずに行こうと思います。いやなんとかクリアできたミッション。これみんな同じなんかな。いやでもこれ一番俺ミッション辛くね。よし、やっとクリアだ。なんとか戻ってきました入り口に。ああよかった。ちょ、ケイスケに早速もう電話したいと思います。はい、もしもし。はい、ミッションクリアしました。どうでした？虫がすごかった。怖い怖い。じゃあもう一周お願いします。いやもうそれ勘弁してください。じゃあちょっとだけ待ってて。はい、何時間後かは分からんけど。だってだいぶ先まで行ってますよね。そうですね。あの橋の前にいてください。わかりました、お願いします。はい、信じてます。多分だいぶ僕の次が40キロ先とかだったんで、もうしばらく待って言うと思います。ではさあ、もう少しでご対面でございます。あ、わかった、いたいたいた。健康早かったよ、みんな。お疲れ。おかえり。ございます。どうでした？いや地獄よ。最初橋後ろに見えた時どう思った？絶対新スポだけはないと思ってたのに。結局みたいな。ということで今回ミッションしたのはヒロト君だけでございます。お疲れ様でした。今回の企画は心霊スポット超苦手なやつ、心霊スポット一人で置き去りにしてみたドッキリ。最初から全員目隠し外して車にいました。だから俺も降りたのもいたし、後ろにあなたの後ろにずっといたし。一人。おお。マジ？マジだね。マジ？結構早かったねみんな。結構早かったよみんな。早か。はい、ということで次回図川トンネルヒロと一人バージョンでお会いしましょう。いやもう行かない。行かない。